かかったようだったんですけれども、綺麗に出ていきました。白浜さん、 6.4 キロのコース楽しんできていただきたいと思います。いってらっしゃい。プリント、クイーン、オーティン、ボンド、スティール、ビクター、ミックス戦で白浜さんが今スタートしていきました。いやー、ほんとあっという間、ちょっと下向いてる間にもうコーナー出てるんです。さすが多頭引きは違う迫力があります。順調にスタートしていっております。この6走引きレース、昨年の優勝者は佐藤光悦さん、時間は14分2秒06という記録でした。昨年とはもちろんコース状況も違います。一応参考記録として覚えておいていただきたいと思います。スタート1分前となりました。